Kozuka Takahiko-san, Toyota Zidosha. じゃあ自信持って頑張りましょうね。はい、いいですか？いつも通りだよ。はい、いらっしゃい。 いい表情をしています。小塚貴彦がフリーへと向かいます。お父さんの嗣彦さんは41年前、グルノーブルオリンピックに出場しました。5歳の時、お父さんからもらったオリンピックの記念バッジ、それ以来夢見ていた舞台です。布袋寅泰演奏のギターコンチェルト。小塚は言います。難しいプログラム、 これを乗り越えれば自分は成長できる。最初のジャンプ、トリプルルッツ。4回転ではありません。 今シーズン初めて4回転を回避しました。トリプルアクセル、トリプルトーループ、課題のトリプルアクセル決まった。 序盤の山、次のジャンプは3連続。トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ。前半のギターコンチェルトはしっとりと見せたい、そう語った小塚です。 トリプルサルコウ、ダブルトーループ。ここからは力強さを出したいという小塚のプログラム。 トリプルループ、こらえましたね。
幼い頃から常に意識し続けた夢舞台へ、父が立ったあの舞台へ、小塚の思いは届いたでしょうか。小塚貴彦さんの演技でした。現在のトップ織田信成 244.30、 ただ表彰台に入ってくれば非常にオリンピックというのは見えてきます。あの NHK 杯でトリプルアクセル全く決まらず、本田さんちょっとジャンプは心配されたんですが、そのあたり修正してきましたね。そうですね、このトリプルアクセル2発でもう大丈夫じゃないですかね。はい、まあ、課題が残るとすれば後半のジャンプで少しミスがありました。そうですね、ダブルフリップになったり、はい、そして今シーズン4回転トーループをやっていることで、トリプルジャンプ最後のジャンプ、今日のフリーはシングルアクセルになったんですが、はい、いつもならトリプルルッツなんですよね。そうですね、はい、滑ってる時にルッツに行く構えが出てしまったので、少し迷いがあったのかなと。飛ぶ場所も含めてちょっと間違えてしまったのかなという。今シーズンずっとそのトリプルルッツで最後のジャンプを決めてきていたので、それをアクセルにダブルアクセルに変えなければいけないけど、体が勝手にルッツに行ってしまったという、はい、そこの迷いでダブルアクセルにならなかったんじゃないかなと思いますね。さあ最終滑走、高橋大輔を残すのみになりました。並早ドームのこの空気がまたピンと張り詰めて、すでに 244.30 という高得点、日本のエースを争うこの3人です。三者三様の表情。この後は高橋大輔、まだ今シーズンは完璧なフリーがありません。もうすでに長光コーチと握手を交わしました。少し小塚選手の得点に時間がかかっています。さあ小塚の得点が間もなく出そうです。小塚さんの得点、小塚のフリーギターコンチェルト 155.59 です。小田には届きませんでしたが 236.13 ハイスコア。夢のオリンピックが小塚の手中に近づいてきました。じゃあお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日のショートの後はちょっと悔しそうな表情でしたけども、今日はいかがでしたか。まあ、前半の方随分とまあ良くて、まあ、後半の方にまあ体力は随分つけたつもりだったんですけど、やっぱり全日本選手権という緊張にまあ随分吸い取られた感じがしました。今回の大会のためにこうプログラムを修正してこられたと思いますが、そういった意味での手応えというのはいかがでしたか。ですね、まあ、やっぱり手応え以前にまずジャンプを完璧に飛べて、それでまあ、修正したところの良さが出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、これがまあ全日本だからまだ最後まで一応続いて、まあ、思い切ってできたんですけど、まあ、これがこの後のオリンピックや世界選手権ってなった時に、まあ、選ばれてるかどうかは知らないですけども、まあ、そうなった時に緊張感がもっと出てくると思うので、それに打ち勝つだけの体力をもっとつけなきゃいけないなと思ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。